皆さんこんにちは。三刀流レーシングドライバーの塚本七海です。さあ、塚本七海のプチレーストア第2回目となります。まだですね、1回目をご覧になってない方はですね、概要欄に貼っておきますので、ぜひご覧になってください。さあ、1回目はですね、こちらのペケジェイ君をいろいろとバラしていきました。で、今回はキャブを掃除していきたいと思います。なんかエンジンがかかるためにはキャブが全てって言われたので、ちょっとそれをやっていきたいと思います。はい、どっから手をつけたらいいかわからないけど、とりあえずキャブって言ったらね、なんかカート時代にちょこっと触ったぐらいで、あとはあんまり触らないかな。なんか本当に繊細なところじゃないですか。とりあえずバラせるものをバラそうと思います。中の状態を見てみましょう。なんかね、おじいちゃんの匂いするよな。カッチカチ、何も動かない。ここって外していいのかな。臭っ。何、臭くない？こんな感じ。なんかちょっとソースが中に入ってる感じ。なんか食事中の人はちょっとがっかりするね。地味だね。大丈夫この動画。画角さっきちょっと広すぎたから、このぐらいで、このぐらい寄った方がいいのかな。よし、よいしょ。きつい今の。え、なんかこっちのがツンとする。え、番手によって匂い違うもん。そういう講座じゃない。あ、真っ黒。こっち超黒い。こっち全然可愛い匂いが。こんなに変わるんだ。やっぱ汚れてとりあえずね、ワコーズのキャブ系のクリーナーを2つ買ってきたんですね。エンジンコンディショナー、これね、ネットで調べるとみんなが一番使ってるやつだった。あとね、これがすごい、名前がシンプルで買ったキャブレタークリーナー。すごい勢いだね。あー、結構なんか落ちそうな感じ。匂いが結構、とりあえずこういう狭いところ。怖がりすぎなんだけど。飛んでくる。大丈夫？ほら、ない感じだね。あ、破壊したんだけど。大丈夫ないよね。でもこれ固まってるんだけど。きっとこれは多分使い捨て。大丈夫かな本当にこれ。あ、でも簡単に折れる。もう劣化してるってことなのかな。そういうことにしておこう。
これが正しいかどうかわからないですよ。このエンジンコンディショナーは正しいところに使われてるんですけど、そこの穴意味ないとか、俺だったらこうするっていうのはあるかもしれないんですけど、ちょっとその辺はお許しください。 OK、 とりあえず多分これでしばらく置いとかないといけないかな。うわすごいね、素手でやらなくてよかった。この辺はねパーツクリーナーできるんじゃないかな。ちょっと一回やってみようかな。パーツクリーナーで取れなくはないんですけど、パーツクリーナー結構量を使うかもしれないんですよね、このぐらいのこびりつきは。なのでちょっとパーツクリーナーもったいないから、ちょっと一回これでどのぐらい落ちるかやってみよう。これってみんなやらないやつ、なんか全世界がこれで手袋をはめてると思ってたんだけど、この間笑われちゃって普通じゃないことに気づいた。配線で細かいところを掃除するといいかもしれないと思って、この中の1本を使おうかな。見えるかな、細いやつでちょっと一回このね意味のない穴だとどうしよう、黙ってて何も入らない。いよいよこちらでございます。ででん、大物ガソリンタンク、パントラの箱を開けていきたいと思います。すっごい入ってるんですよ、20年前のガソリンが入ってる状態ですね。このガソリンタンクをきれいにしていきたいと思います。じゃあまず古いガソリンを開けていきます。怖いすごいそーっと中ね、そんなにね、サビ、この入り口はされてるけど、あ、ちょっと待って、あれ？でもちょっと透明だよ。意外と普通の色かも。うわ重い重い、よし重い重っ、まだ出る、なんか私軽々とやってるように見えるんですけど、結構これ普通の女の子これ持ち上がったまま出すの難しいんじゃない。もういつまでたっても残ってるな、これ。あれ、ちょっと待って、これ穴開いてる、これ出せるんじゃないかな、ここから。あ、出てきた、お、あ、出てきた、これじゃん。これもでも結構遅い。長くない？すごい、どんだけ入ってんだろう。これってなん、多分できた感じですね。はい、こんな感じですね。でもね、思ったよりかゴミも少ないし、なんか、まあ、ガソリンの匂いではもちろんないんですけど、思ったよりか綺麗ですね。次はタンクを洗っていきたいと思います。
じゃじゃーん。バイク屋さんに勧められました。みんなが知っている花坂 G、 これを薄めていきたいと思います。この辺かな、この辺かな、この辺か。はい、ということで、この中にお水を2リットル入れてきました。で、10倍から20倍薄めてくださいっていうことなんで、ちょっと10倍に薄めようと思います。混ぜてタンクに入れていきたいと思います。が、道具がないんですし、とりあえず身の回りにあるものでなんか作っていこうかなと思います。それで寂しい人だよね、誰も手伝う人がいないって。なんとかできた。ひたすらこれを繰り返すみたいです。で、まあ何時間かに1回こう向きを変えて付け置きをしていきます。はい、ということでですね、キャブが戻ってきました。皆さん見てください、超綺麗になった。見て、ほら輝いてる、すごい、めちゃすごい、ほら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 、すごいね。いやー、高村さんありがとうございます。ありがとうございます。そして私が散々シャカ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 苦労した、これこちら、こちらも綺麗になりましたよ。これね、花咲かじ入れてこれで一晩、これで一晩、これで一晩、もうこれで一晩でほぼ毎日一緒に寝てました同じ部屋に置いといて、とりあえず向きを変えてこの中をきれいにしていきました。きれいになりましたよ。ということで次の動画ではですね、こちらを取り付けてエンジンをかけてみたいと思います。ちょっと待ってよ、この時点で結構私手こずってるんですよね。これってただ組み上がってエンジンかかるってすんなりいくんですかね。ちょっと心配になってきたので、ちょっと助っ人誰かいないかな。ちょっと高村さんはさすがに忙しいんだろうな。ちょっと助っ人を考えてみたいと思います。ということで皆さん、この動画が良かったという方はグッドボタン、そしてチャンネル登録がまだの方、ぜひチャンネル登録をお願いします。以上、塚本七海でした。